思うままに旅する旅トーカ、福原君江。平湯温泉の旅、歴史深い平湯温泉をトレッキングしながら味わい尽くす大根塚平湯大滝コースをテクテク。さて今日は平湯温泉周辺をトレッキングします。平湯温泉にも見どころがたくさんあるんですよ。この日はやってなかったけど、いい感じのカフェもあります。温泉も至る所に湧いています。結構暑い。今日も雨が降ったり止んだり、ちょっと晴れたりの中テクテクしちゃいましょう。平湯温泉のトレッキングマップはこんな感じ。今日は大根塚と平湯大滝、平湯民族館の源泉を巡ります。さて雨に降られても大丈夫なように今日もバッチリレインコートを着込みます。平湯温泉のバスターミナルの横にこんな看板を発見。さあここからトレッキングを始めちゃいましょう。さて楽しいトレッキングの始まり始まり。散策マップもあります。まずは大根塚を目指します。しばらく歩いていくと休憩所がありました。あ、リュックのチャックが開いてますね。ここら辺は夏はキャンプできる場所みたいですね。ロッジがありました。通常の大根塚に行く道はただいま工事中らしい。結構細い山道を歩いていきます。あ、お気に入りのコロンビアのトレッキングシューズも健在です。ずっと上り坂でしたので、ちょっとこの木に座って休憩です。平湯大根塚は樹高23メートル、幹の周囲が 7.6メートル、樹齢は約1000年と推定されており、森の巨人たち100選にも選ばれております。あと200メートル、だいぶ近づいてまいりました。一体どんな巨木なのかワクワクしながら向かいます。なぜ平湯大根塚が長い間残されていたのか、こんなお話があります。戦中戦後と炭の需要が高まった頃、貧しい者は営林所の山の木を安く払い下げてもらい炭を焼き生活の糧としていました。その中に大根塚が立っており、そのあまりの大きさと立派さに当時の人たちはいずれ平湯の宝になるかもしれないと切らずに残しておくことにしたのだそうです。社会教育者篠原武前から自然の大切さを教えられた村人が、将来きっと地元の貴重な財産になると思い平湯大根塚と名付け残した巨木なのだそうです。そんな平湯大根塚にどんどん近づいております。山を歩いていると本当にたくさんの不思議な形の木に出会います。今にも動き出しそうな木々を見ていると、何か魂が宿っているんじゃないかなという気持ちになります。平湯大根塚にも特別な魂が宿っているのかもしれませんね。
そんなことを思いながらサクサク進みます。あ、平用ねずこの看板を見つけました。ふむふむ、なるほどね。さあ、平用ねずこ、とくとご覧くださいませ。巨樹、巨木百選の石碑もあります。まずはご挨拶から。わーい、立派な木だね。この場所にいると自然の持つ生命力のようなものを感じます。近くにはゾウさんみたいな木もあります。違う角度からも見てみましょう。右のデッキからの眺めはこんな感じ。樹齢千年の歴史を感じます。こんな看板もありました。さて、平用ねずこも堪能いたしましたし、お次は平用滝へ向かいます。こんな水場もトレッキングシューズならへっちゃら頼もしいね。川沿いを歩いて行きます。平用滝は日本の滝百選、岐阜県の名水50選に選ばれている名瀑です。平用滝にはこんな伝説があります。450年ほど昔、武田信玄の家臣、山形正景の軍勢が飛騨に攻め入った際、疲労困憊した兵士たちがこの滝の近くで動けなくなっていたところ、滝の口から現れた年老いた一匹の白猿に導かれて温泉を見つけ、疲労を回復したと言います。かわいいキノコですね。これが平湯温泉の始まりとされ、滝の名前も温泉の名にちなんだものとなっています。さて、鴨鹿橋を渡ると平湯滝までもうすぐです。看板も出てきました。あと650メートルか。ここは駐車場もあるので車でも来れますよ。さて、見えてきました。平湯滝です。平湯滝について書いてあります。ふむふむ、さらに近づいていきましょう。2月の寒さが厳しい時期には巨大なつららに姿を変えるそうですよ。それも見てみたい。ここから白猿が現れたんですね。
昔からあるこの滝は、何年も何年も訪れる人たちを癒してきたんですね。皆さんも平湯滝を見に来てみてくださいね。昔の物語に思いを馳せながら、この美しい滝をとくとご覧ください。あー、癒されましたね。滝のマイナスイオンが心地いい。さて、平湯滝も満喫いたしましたし、お次は平湯民族館の近くにある平湯温泉の源泉に向かいます。その前に中部山岳国立公園内の平湯温泉スキー場を通って向かいます。広い、冬はここがスキー場になるみたいですね。ん？羊かな？何かいますね。こちらでは暖かい季節は羊を放牧しているようです。一生懸命草を食べていますね。近くで見るとお顔が黒いサフォーク種の羊さんでした。可愛いですね。私は羊年なのでなんだか親近感が湧いています。のどかな風景が広がっています。さて、平湯温泉の町に戻ってきました。ここは平湯神社。平湯滝で武田信玄の家臣たちを導いた白猿が祀られているそうですよ。平湯神社の横には平湯民族館とお心づけで入れる源泉の温泉があります。平湯民族館は昔ながらのわらぶき屋根の味のある建物です。こちらは源泉の温泉、お心づけ300円くらいで入れます。わあ、誰もいません。貸し切り状態です。ここは誰でも入れる温泉で簡単な脱衣所があります。バスターミナルからも歩いていけるので、帰る前に旅の疲れを癒せる場所ですね。あー、いいお湯だったね。冷えた体が温まりました。わらぶき屋根の建物の中は休憩できるスペースがありました。いろりもあったり、マッサージ機もあったり、みんなの集いの場所です。温泉に入った後にここでのんびりしちゃうのもありですね。
と見ると階段があったので、ちょっと登ってみました。あら、2階があるみたいですね。結構広い。トレッキング後の足にはちょっときつい階段でした。2階にはどうやら農機具が展示してあるみたいですね。皆さん、平湯温泉の旅いかがでしたでしょうか。なかなか見どころがたくさんあったでしょう。さて、平湯の源泉も堪能いたしましたし、日も暮れてまいりました。そろそろ平湯温泉の旅も終わりに近づいています。今回は飛騨高山、上高地、平湯温泉といろんな場所を巡りました。日本にはまだまだ私の知らない素敵な場所がある。これからもどんどん紹介していきたいですね、なんて思いながら。帰路に着きました。弾き語り動画なども上げております。よかったら見てみてね。